どうも、島です、えー、今日はこれ「メメント、えー」この話をしていこうと思いますそれではやっていきましょうメメント、えー、この作品は、えー、2000年だったかな2001年だったかなまあそのぐらいの頃に、えー、ノーランが 撮った作品で、えー、彼の作品としては、えー、長編2作目の、えー、作品になるわけなんだけれども、えー、この、えー、2024年の4月20日から、えー、リバイバル上映と、ね、オッペンハイマーに、えー、絡んで、うん、リバイバル上映っていうものが企画されて、リバイバルされてる作品で、 うん4月13日からだったかなには、本当そっちはもうかなり限られた劇場なんだけども、1作目のホロウィングっていうのも、えー、リバイバル上映になってる。で、まあ、今回はこの2作目のメメント。これは、うんと、原作小説付きありの、うん、作品なんだけれども、原作を書いたのはジョナサン・ノーラン。 えー、クリストファー・ノーランの、えー、弟だね。彼が書いたメメントモリっていう、うん、短編小説。それの、えー、映画化。で、メメントモリっていうのは、うん、ラテン語かなんかで、まあ、死を思うみたいな、そんな感じの言葉になるもんなんだけども、これが、要するに、 死んだ奥さんの復讐をするみたいな感じで一生懸命やる男の物語だからまあそんな感じのタイトルなんだろうなとは思うんだけどもまあこのポスタービジュアル見てもらうとわかる通り10分前俺は何をしたあのもうその通りで近い時間の記憶がみんな次々って 消えてっちゃうっていう、そういう,う、記憶に障害を持った男の物語でね。で、えー、時間軸が逆回しになって語られていくっていうのが、この作品の特徴なわけですよ。まあ、うん。で、ね。二つ特徴があって、 一つはその、時間軸がセンテンスごとに逆回しになっているっていうこと。要するに、一番直近の出来事が一番最初にあって、一番古い話が一番最後に来る。で、反対に、えー、モノクロのシークエンスっていうのがあって、モノクロのシークエンスは一番古いところから順番に語られていってる。ね、逆なのね。 あのこういう感じでカラーとモノクロがストーリー上工作するようなまあそれを見て視聴,視聴者観客は、えー、どんなことが起こったのか彼は何どういう状態なのかっていうものを徐々に徐々に把握していくというそういう感じの部分で、うんまあ、ノーランが難解だって言われる象徴になったような作品なんだよね。で 今回ね、あの、オッペンハイマーが、まあ、校長誌だからっていうことで、記念に、えー、リバイバル上映っていう形になった理由はまさにここにあって、うんと、オッペンハイマーと、うーん語り口というか、まあ、似たような手法を用いてるわけですよ。オッペンハイマーの方がずっとわかりやすいけどね。あのー、 カラーとモノクロのパートで別の時間軸を、まあ、語ってるっていうところなんかが共通項になるし、時間がバラバラになってるっていうところが、まあ、ノーランらしいという部分であるんだけども、そこの、あの、語り口の部分。これがまあ非常に、ストレートに、あ、オッペンハイマーと同じ っていうか、オッペンハイマーはこれと同じ手法にアレンジ加えたんだなっていうような感じのものになってるんで、ある意味、作風上のオッペンハイマーの原点的な、そんな風に、あの、ま、見ても面白いんじゃないかなと。だというつもりはないけどね。そういう風に思って見てみるのも面白いんじゃないかって。そういう話ね。で、えね、記憶障害がある、直近の記憶が、 分からなくなってしまうっていう主人公だからその時間がね細切れになって新しいものが最初に始まりもう後ろに遡っていくっていうそこの中であの観客も同じ目線になるんだよね何が起こっていくか全く分かんなくなるわけよでそれをフォローするようにモノクロのシークエンスが 過去から未来に向かってちゃんと流れてってるわけなんだけれども、あの、うん。まあ、冷静になって見てると別にそんなわかんない感じはないし、まあ、やっぱりこれ初期の頃の作品だからっていうのはあるけど、最後の部分だけ見りゃまあわかるかなっていうところは、まあないわけではないんだけどね。なんだけれども、あの、 まあ、とにかく、映画としては斬新なわけですよ。最初から最後だけ見れば分かるわと思って劇場行く人間っていうのはいないから。ね。で、何度も何度もね、同じようなシーンがこう起こったり、少しずつもう分かるように進んでいくわけだよな。この中で観客っていうのが翻弄される。あの、ノーランの手のひらの上で遊ばれるわけですよ。これが絶妙に気持ちがいいわけ。 ね、自分の頭の中で整理してっていう感じで見ていくわけでさ。だから、世の中にはね、あの、劇場に行って観客になって目の前で起こる出来事を眺めながらセリフを聞いて追っかけることで物語が中に入ってくるって人が案外結構多いわけなんだけれども、そういう受動的な見方で見るのではなくて、ノーラン作品の楽しみ方っていうのは やっぱり自分から見に行くってことだよね。あの、自分から理解しに行くっていう能動的な見方。どう、これは何が起こってるのか。あこういうことか。あこういうことかっていうことを、一個ずつね、頭の中にこう、並べ替えをしたりとか、あの、相関図みたいなものを、こう、頭の中で作ったりとかっていうような形でね、読み解いていくような感じの、あの、ね、楽しみ方が、 あの、ノーラン映画の楽しみ方の一つの部分として存在してると思うんだけれども、そのまさにそこに突っ走った感じの作品がこのメメントでね。で、これは劇場、公開当時はわずか11巻しか、あの、公開劇場がなかったんだけれども、あの、途端にね、話題になって、最終的に500巻、もう全国労働省の世界だよね。 そこまでこうぶわッと膨れ上がってまあノーランの名前を欲しいままにしたっていうところじゃないのかなそうそういう作品でねあのー、納得だよねこれを見るともう何もかも納得できると思う、うんね、でキャストもまあ魅力的なわけよあのー 名前出てこなくなっちゃった。あのね、ほら、バッドボーイズのコンラット警部やってるね。彼が、うん、あの男で出てきたりね。そう。それがまあ、うさんくさくてさ、あの、たまのわけですよ。あの、ね デアデビルとかに出てるた時のようなうさんくささと、の、記者みたいなね、あんなうさんくささでもないし。まあ、あの人やっぱりすごい人だよね。今度バットボーイズ4でもちょこっと映るけどね、うん。あとは、ほら、あれ。キャリアモス。ね、えー。彼女もまあ、一癖も二癖もある女のキャラクターを演じてるわけなんだけど。 確かこの映画は、あの、マトリックスの翌年かなんかで公開になった作品で、まあ、マトリックスブームの、まだ熱がそこまで冷え切ってはいないような頃だよね。キャリオンモスだっていう、そういう感覚になるような、ね、あの、タイミングの中で、まあ、あの、マトリックスとはもう全く、 違った印象のキャラクターを演じてるからね。まあ今回はなかなか、やたらなこと言うとネタバレになっちゃうから、ちょっと言えないんだけれども、あのー、そう、癖のあるののキャラクターをね、やってて、もう本当にキャラクターみんなが癖が強い中、さらにタイムラインというのがもう分断されてて、ぶつ切りになって、ね、 昔、新しいのからどんどん遡っていくのが、ね、なんかこう、焼きもきする感じがあってみたり、モノクロのシーンはこれは一体何なんだみたいな感覚になってみたり、まあ、冷静に頭の中でタイムラインを並べ直しながら見ればねうん、そこまで難しい作品ではないんだけれども、ね、そういう感じで見たらいいかなと。で、どっちにしてもね、この、 20年ちょっとぐらい前の、えー、ノーラン作品を今劇場で見るっていうことはもう、なかなか叶わないと思うのよ。やっぱり、あのー、改めてリバイバルするって言ったならば、インターステラーだとか、ダンケルクだとか、テネットだとか、比較的ね、あのー、最近の作品であるとか、まあ、バットマンだよね。そういった類をやる方が、 まあわかりやすく客は集められると思うの。だからこのね、20日から、えー、リバイバルされるけれども、果たしてこれがどこまで数字伸びるかっていうのは、まあちょっと僕には想像ができない。ね。よっぽどね、インセプションだとかインターステラ、ああいうものの方が、あのー、 わかりやすく客は集まると思うんだよね。ノーランの2作目ですよ。2作目最初じゃねえんだ、みたいなところもあるし、あのー、ね、1作目はもっと少ない劇場でフォローウィングっていうのが、あのー、リバイバルされるっていうのもね。まあ、これもなかなかもう、もうちょっとデ,デントやったらどうなんだいっていう感じもあるんだけれども。まあ、短い作品だからね、仕方がないんだけれども。 そう、そういった部分がねあ、やっぱりどうしてもあるわけですよ。今回は本当そのね、モノクロの使い方、オッペンハイマーでも特徴があったよね。校長会と、えー、聴聞会。ここの部分に絡む、ストロースのに関連した部分はモノクロで、ね、オッペンハイマーの目線の部分はカラーでっていう。そういうやり方で2つの時系列があって、それらがこう合致するっていう。 見せ方を取ったのがオッペンハイマーだった。今回は、あの、今回はっていうか、まあこのメメントは、この過去作のメメントにおいては、あの、正常のタイムラインとしてのモノクロ、逆回しのタイムラインとしてのカラーっていう、この二つが、まあ、こういう、こういう形で、あの、擦り合うような形で見せていくっていうようなところで、まあ、似、似たような感じで、同じような手法を使った作品ということで、 話題性としてここにストーンと出てきたんだとは思うんだけどね。なかなかこういう作品を見られる機会っていうのは減ってるんで、あのー、ぜひともね、この機会に行ってみてもらえたらいいのかなっていう、うん、そんな気がします。はい、えー。今回はこの辺で終わりにしようと思います、えー。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは。